この角度すげえ。はいどうも、パンケーキこと岸井亮太と申します。今回はこのロブさんのお店あるじゃないですか、ここで働ける方法があると。見てちゃんとね、衣装もね、あのメガネとこのあの店員さんが着てそうなエプロンの服にしてみました。というわけで、ていうかこれさ、正面から見たらさ、足の部分ちょっとなんかエチエチだ。なんかこの店の中に入って一緒に働けるバグみたいなのがあると聞いてやってみたいと思います。なんかね、ここからジャンプ、これジャンプ、この辺からジャンプしてたんですよ。お、なんか今クッてなった。どこの辺にジャンプするのがいいんだろう。なんかね、思ったよりなんかスルッと入ってるんですよね。スルッと、ほいほい、僕も一緒に働かせてください。ロブさん、働かせてお願い、お願いします。お、いた、この状態で、この状態で、お、入れた。ロブさん、手伝いに来たっす。自分手伝いに来たっす。いい感じのサムネイルになりそうな。サムネイルになりそうなあれないですか。角度、あ、いいんじゃない。あ、近くに寄っちゃうカメラが。ロブさんと一緒に働いてるという感じのサムネになりそうな。え、すごい、これもう店の中入れた、やった。ロブさん、僕働けるっすよ。私だった、女の子だった。あ、この角度とかいいじゃん。この角度サムネイルにできるわ。これね、サムネイル、今日のサムネイル。ロブさん、一緒に頑張りましょう。よしよし、よしよし。ロブのドリンク、ロブの、なんかなんだっけ、エビフライいかがですか。てかさ、ロブってさ、こいつあげられてるよな。服がもう揚げられた衣だもんな。こいつ揚げられてんじゃねえか。この正面から見たいけどね、正面から見たいけど、正面のやつはちょっとできないっぽいね。この角度、サムネイルはこの角度だな。これだな。はい、というわけで今回は短いですけど、この中に入ってロブさんと一緒に働くバグでした。みんなもまああんまりバグはやんない方がいいのかな。まああんまりバグはしないように、みんなもやってみてねって言おうとしたけど、あんまりバグはしない方がいいと思います。それではまたね、バイバイ。うおー、ロブさん、おすごい、あ、この角度いい、この角度すげえ。スプレに嫌われている、理不尽な査定押し付けて、いつもダイナも殺したい武器を簡単にアプリで流した。僕らはスプレに嫌われている、軽々しく味方弱いとか、軽々しくガチマに潜る、僕らはスプレに嫌われている。